私の名前はミカ。先日会社が不況のためリストラ対象となり、現在無職だ。高いなぁ。どうしたものか。働きなよ。就活してないんでしょ。いやだって日本って今給料激安じゃん。私としてはもっと大きく出たいというか。なんか危ない仕事するつもり？やめときなって。手堅く行こうよ。大丈夫だって。私が狙ってるのはこれよ。航空チケット？ああ、海外出稼ぎ的な。なんか YouTube で見たよ。お金はいいけど結構大変って聞くけど私はここドバイを狙ってるの。住み込み家事手伝いの仕事ネットで見つけたの。ドバイ？ワーホリ対象だっけ？違うけど、30日以内ならややこしいことしなくていいみたいだし、向こうはかなり給料いいから、1ヶ月滞在だけでも相当もらえるはずだよ。なるほど。ってわけで、ドバイ出稼ぎ行ってきます。お土産楽しみにしててね。本当に行っちゃったよ、あの子。心配だな。こうして私のドバイ出稼ぎが始まった。ちなみにドバイという町はアラブ首長国連邦の都市だ。世界で最も高い建造物として有名なブルジュハリファをはじめ、世界記録を10個も保有しているというとんでもない町。さらに驚きなのはドバイの平均年収。その額なんと1000万円超え。しかもドバイには所得税がないから額面イコール手取りなんだって。夢が広がるな。飛行機に揺られること約12時間。ドバイに到着した私はクライアントであるアーリムと合流した。やあ、よく来てくれたね。荷物重かっただろう。預かるよ。日本人は仕事が丁寧だと聞く。1ヶ月だけでも家政婦がいてくれたらとても助かる頑張ります。ドバイってかなり豊かって聞いたんで。豊かか。ああ、他から見たらそうなのかな。そうですよ。何ですかこの高級車の山は。全部金ピカじゃないですか。え、普通じゃない？普通じゃないです。大きな声出したら喉乾きました。あ、ちょうどあそこ自販機発見。私ちょっとジュース買ってきますね。ああ、あの自販機は違うよ。本当だ。金の延べ棒の自販機だ。まあ資源も豊かな国だし、これくらいは当たり前さ。子供が生まれれば給付金と土地があてがわれ、学費も全て公費負担。まあ控えめに言って最高の国だよ。すごいです。普通のジュースもなんだか美味しく感じます。果汁 100% のやつがすぐ作られる自販機もあるからね。そんな時、車が道路の端に寄せてハザードランプをつけて止まっていた。あれ、誰かの送り迎えですかね。いや、あれは違うな。ふん、バカなやつだ。え？ああ、スピード違反かな。そうじゃない。見てわからんか。土ぼこりがついてるだろう。ああ、まあそうですね。言われてみれば。でもあれくらいの汚れが何か問題あるんですか？あるとも。この国じゃ汚れた車に乗ったやつは罰金なのさ。え？車が汚れただけで罰金？ああ、汚れた車が街を走っていたらドバイの評判が落ちてしまう。それは許せないだろう。なるほど。じゃあ定期的に洗車しないといけないですね。はっはっはっは。面白い冗談だな。家なんかで洗車してたらそれこそ罰金だよ。嘘でしょ？何もできないじゃないですか。車が汚れたらみんなどうしてるんですか？指定の場所でやるか、極端に汚れてたら買い替えだな。はあ、すごいですね。ところで、あの警察官さんの横にあるパトカーって。ああ、ランボルギーニだね。1台55万ドル。当時の日本円で言ったら5400万円くらいかな。5000？警察の車一つ取っても
町にふさわしいものでなければならない。それがこのドバイという町なのさ。ああ、ついでに言っておくと、君は今何の気なしに飲み物を飲んでいるけれど、電車に乗った時は絶対に飲んじゃいけないよ。え、まさかそれも？ああ、この町にはふさわしくない行為さ。もちろん見つかったら罰金だよ。厳しすぎる。でもそんな小さなことで警察の人も気づけるわけが。この国で隠し事は難しい。どうしてですか？あれを見てみなよ。あれ？その時私は気づき始めた。この国の異常さに。監視カメラ？そう、あいつが街の至るところにある。俺たちはあれで常に見張られているのさ。さ、もうすぐ家だ。こっちだよ。はい。アーリムの家にたどり着いた後、私はカナに電話をした。どうよドバイ。いや、全体的に高級感やばくて、そこは期待通りなんだけど、ここちょっとおかしいよ。やっぱり。やっぱりって、カナ、知ってたの？うん、あの後、私もちょっと調べてみたんだけど、ドバイ、ちょっと前に国王の妻が子供と一緒にロンドンに逃亡してる。え？なんで？国王からとてもひどい扱いを受けてたんだって。それを訴えている動画も残っている。それだけじゃない。逃亡した女王のケースはそこそこあって、そのうちの一人に至っては、逃亡後捕まった後、公の場に一切姿を見せていない。そうなの？怖い。でもそんな国王なのに、なんで本がベストセラーなの？そんなひどい人なら国民から支持されないんじゃ。いいか、日本の価値観で考えちゃダメ。いい？その国は。カナがドバイについての真髄に触れようとした時だった。随分と面白い話をしているじゃないか。ノックくらいしてください。ノック？君は俺に金で雇われている。そのことを忘れてはいけないよ。それにこの国に来ているんだ。俺から少しだけ教えてやろう。この国で迂闊に電話や SNS で大切な話や国の在り方に対しての異論反論批判をしない方がいい。常に監視されている。外の監視カメラにだけ気をつければいいというわけじゃない。そんなのおかしいです。おかしいか。私帰ります。用事、思い出しました。おいおい、何を言っているんだ。契約期間は1ヶ月。それは絶対のはずだ。でもおかしいです。私には耐えられない。そうかい。じゃあ仕方ないな。あれない。探し物はこれか。私のパスポート。さっき荷物を預けてくれたからね。その時パスポートだけ抜かせてもらったよ。返してください。そういうわけにはいかないよ。雇い主は労働者を管理監督しないといけないからね。ひどすぎる。それから私はひたすらにこき使われた。掃除、洗濯、アイロンがけにペットの世話まで。アーリムの家はとても広く、私一人ではかなりの負担だった。こんな広いの、疲れる。さらに問題だったのは、休みのなさであった。休みほぼないじゃん。何これ。日本でも長時間労働はザラにあったが、今のドバイでの労働環境はもはや奴隷と言っても過言ではなかった。このままじゃ過労死しちゃうよ。なんとか休みを、せめて一日だけでも。あれ、休むの？だってこれはさすがにおかしいな。日本人は勤勉って聞いてたんだけどな。それはそうかもしれないですけど。ミカ、君を日本に無理やり返さないことは簡単だ。契約期間を
無期限延期にしたっていいんだぞ。物分かりが良くて助かるよ。それじゃ仕事に戻ってくれたまえ。パスポートを人質に取られている今、私は従うしかなかった。そして私のドバイでの出稼ぎは終わった。ちなみに肝心の稼ぎはどうだったかというと、ほとんど不眠不休の状態で働いたにもかかわらず、得られた収入はほんのわずかだった。後から知ったことだけど、ドバイで年収が高いのはドバイ人だけで、外国人、特に私のような出稼ぎ労働者はほとんど稼ぐことができない。ドバイ統計センターの調査では、出稼ぎ労働者の年収がたったの88万円だったこともあるのだとか。スマホも取り上げられて、パスポートまで。そんなの許されないよね。汚れた車を運転しただとか、電車で飲み物飲んだとか、そんなしょうもないのより、こういうサイコ野郎を取り締まれよって話だよね。カナ、何？どうかした？そんなこと言っていいの？誰かに聞かれたらどうするの？ミカ！監視、盗聴が当たり前だった環境は、私の心をすっかり蝕んでいた。言論の自由って大切だね。大丈夫、ミカ。もう言いたいこと、ちゃんと言っていいんだよ。そうだよね。ごめんね。辛かったね。もちろん、ドバイでの出稼ぎが全て悪いとは言わない。どこかで善良な雇い主がちゃんといて、雇われる側も働きやすい場所はあるかもしれない。だが、輝いているように見える世界にこそ、光あふれている世界にこそ、闇が少なからずあることは忘れてはいけない。それは、言論の自由が言われている日本でも、いつか同じように監視され制限される時代が来ないことを祈るばかりだ。